旅するおつしんチャンネルへようこそ。このチャンネルでは旅を愛する若者の完全リアルな様子をお届けします。どうぞご覧ください。はい、どうも皆さんこんにちは、おつです。本日なんですけれども、ウブドウの中心にあるウブドウ宮に来ております。ということで、ウブドウ宮こんな感じになってます。でもう目の前がですね、本当になんて言うんだろうな、メインのストリートになってて、立地的にはもう最高ですね。でそこには前の動画で出したショッピングモールみたいな個人商店がいっぱい入ってるようなところにあります。はい、でウブドウ宮こんな感じですね。基本、ウブドウというか、まあバリ島どこもこんな感じのですね、建物というかモニュメントというか門みたいなのがありまして、街中で見ることはできます、ね、これが何だろうな、正門、いわゆる正門みたいなやつなのかな、日本でいう。はい、でちょっとね、この奥にもまだあるみたいなんで入ってみたいと思います。はい、はい、こんな感じになってますね。後ろからのあれはこんな感じになってます。もう誰が座るんですかね、はい、でちょっとウブドウ宮このね、銅像も結構街中でよく見るんですよね。どういう意味かはちょっとわかんないんですけど、結構いろんなとこで見ることができます。こっち回りますね。ここアテンションドントステップアップ登るなと書いてますね。あともうちょっと奥進めそうなので進んでみようかなっていうふうに、はい、はい、帰りでいいよ。ここが行き止まりかな、行き止まりになってますね。はい、ウブドウ宮こんな感じです。入ったらダメですね。というわけでちょっと戻りたいと思います。はい、はい、ちょっとまだ他の方がいらっしゃいますね。はい、というわけでウブドウ宮こんな感じでした。ちょっと思ったよりもなんかもっとでかいのかなって。日本人ぐらい。はい、ということでちょっと出ようかな。出ますか。はい、ということで今からですねお昼ご飯の方を
近くにロータスカフェっていうあの人気なレストランがあるみたいなので、そこに行ってみたいと思います。じゃあまた。はい、というわけでランチにですね、ロータスカフェっていうところにやってきました。あの先ほど紹介したスターバックスの目の前にあるお店ですね。でお店の雰囲気は、はい、こんな感じになってます。いける？なしごらん。Yes, ready? Yeah. Can I have a nasi goreng? Nasi goreng one? Yeah. Can I have a mee goreng? Mee goreng. Nasi goreng and mee goreng. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Welcome. はい、というわけで、昼ご飯はですね、nasi goreng を僕は、nasi goreng だっけ？を、はい、注文しました。で、このお店、お店のね、雰囲気もすごくいいんですけど、ぜひね、反対側の景色を、はい、見てほしいんですけど、はい。こちら目の前に見えているのはですね、結構有名なサラスバティ寺院って言われるところですね。はい、結構皆さん観光で来るんじゃないですか、バリ島ウブドに来たら。はい、はい、観光でウブドに来たら皆さん来ると思います。でね、結構ね、皆さんヨーロッパ系の観光客の方が多くて、あまり日本人これまで見たことはないんですけど、はい、はい、はい、あまり日本人の観光客見てないんですけど、この顔で行くとですね、どこのお店の方もこんにちはって言ってくれて、すぐ日本人ってわかるみたいですねっていうぐらい、多分これまで本当に日本人の方多くいるのかなというところで、はい、やっと今お昼落ち着いたので、これからランチにしたいと思います。じゃあまたご飯が来たら。はい、はい、というわけで注文してたランチ、ナシゴレンが届きましたので、はい、こちらになります。ナシゴレンですね、すごく美味しそう。あとチキンもね、ついてきてますね。で、飲み物は、はい、バナナを、この景色をですね、まあ、見ながらいただくことにしています。ということで、食べます。はい、というわけでご飯を食べまして、今サワスバティ寺院に来ております。はい、こんな感じの池とですね、はい、橋ですね。で、この寺院のこの通りを抜けたにはね、このサバスワティ寺院ですね。これが結構ウブドの中でもなかなかの観光地だそうで、かなり人もね、観光客の方も来てますね。はい、で、先ほどご飯食べたのはあそこのレストランになります。はい、ちょっと奥の方行ってみますか。はい、ここで、あ、ここまでしか行けないのかな。ここまでしかもしかしたら行けないかもしれないですね。近くで見るとこんな感じです。はい。というわけで、ウブド滞在は、まあ、2泊なんですけど、まあ、実質1日分しかフリーな日はないので、十分ちょっと観光はできてるんじゃないかなと思います。はい。ちょっと反対側も行ってみますか。はい。ちょっとね、さっきご飯食べてかなりお腹がいっぱいですけど、はい、行ってみましょう。この雰囲気がまたいい感じですよね、本当に。行き止まり。はい、というわけでサワスワティ寺院はね、これにて終了して、ウブド王宮と、はい、2カ所行ってきました。
はい、本日の動画はね、はい、以上になりますので、また次ウブドの様子どこか紹介したいと思いますので、ぜひチェックしてくださいということで、はい、以上になります。